流歳肝心正積が、教科百物語より、神員の代で描かれた隠し神隠し神は、日本の妖怪の一種で、夕方頃に現れ、遅くまで遊んでいる子供や、かくれんぼをしている子供をさらうと言われる。この種の人さらいの化け物の伝承は、日本各地にあり、その語彙も様々である。油り明治時代の東北地方における俗心。 油取りと呼ばれる何者かが子供を誘拐して、その体を絞って油を取ると言われたもの。明治維新の頃には岩手県東の地方の村々で油取りの噂が広まって大パニックが起こり子供が誘拐されたなどという風説が毎日のように流れた。村の代表者により夕方過ぎには女子供は出歩かないようにと外出禁止令が敷かれた。同時期に 芝で作られた小屋の跡が河原にあり、魚を焼くためのハサミと呼ばれる櫛が捨てられていたため、油取りはこのハサミに子供を刺して油を取るとも言われた。山形県西沖多摩郡小国町では、明治初期にこの噂が広まったことがあり、村人たちは見かけないよそ者に注意し、子供たちには帰りが夜遅くなることのないよう言い聞かせた。特に女の子からは、 良い油が絞り取れると言われ、狙われやすいと言われた。民族学者、柳田邦夫の著書、等の物語周囲では、油取りは、紺のキャハンと手差しを身につけたもので、これが現れると戦争が始まるとの記述が見られる。参考、妖怪カルダ、天神かの消せう屋敷の絵だ。妖怪漫画家、水木しげるの著書で、隠れバーの妖怪画として用いられている。 隠し坊と千里県鹿沼市。大間が時に、外にいて、いつまでも家に帰らない子供をさらっていくという怪物。隠れバー兵庫県神戸市平野町。隠しバーとも言う。路地の隅や行き止まりなどにて、人間の子供を待ち構えており、子供たちが夕方に隠れんぼをして遊んでいると、どこからともなく現れて、子供をさらってしまうという。そのためにこの地方では、 夕方に隠れんごをすることは、隠れバーにさらわれるぞ、などと言って今しめられていた。カマス親父青森県津軽地方。カマスを背負った鬼のような大男が、泣いている子供を見つけると、カマスの中に無理やり詰め込んでさらっていってしまうという。同様の妖怪は、秋田県カズノ地方では、カマス背負いの名で伝わっている。長野県羽西名地方では袋担ぎといって、 夕方まで隠れんぼをして遊んでいるような子供をさらっていくという。小鳥ぞ、島根県出雲地方。東北の油取りと同様に子供を絞って油を取り、南京皿を焼くために用いたという。化け物はアイヌ民話に伝わる妖怪。幼児の魂をさらうという。ありがとうございます。